見てこの全身ね。あちら点々のロケットフィッシュ、オレンジ、オレンジ、すべてが素晴らしい。マスク、マスク、このマスクのオレンジ探すのも大変です。おはようございます。やばいね。いやスクラム、まさかの2度目のスクランブル。そう、2度目のスクランブルはもうビッグなゲストが来てもらっちゃったんで、はいはい、その方を紹介しましょう。オレンジと色といえば、本当にもう全身オレンジ、全身オレンジですからね。もう全部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 取った足元まで、もう足元もこれ、はい、ありましたね。ね、ちょっとあの一番ご近所の、ちょお山に行って、ちょっと一緒にライディングしていろんなことちょっと聞いてみたいなと思うんで、今週はね、今回ちょっとまた面白いですよね。ちょっと楽しみにしてください、うん、はい、じゃあ早速、ね、今日はトッテさんの方に、そう、ね、向かいますので、はいはい、雪の上で、はい、はい、じゃあ行きます、せーの、よし、ということで到着しました、ロッテアライリゾート。早いね。ありがとうございます。早い、もうね、あのね、うちからの距離が、だいたい音楽の2曲目の B メロでここ着くから。完全スプリングコンディションだけどね、山ちゃん。ありがとうございます。早速じゃあゴンドラに乗って一緒に、そうね、撮っていきましょう。そうね、はい、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、はい。山ちゃん、何やってるかよくわからないね、普通の人ね。そうですね。普段って何やってるの？普段はスノーボードです。スノーボード。スノーボード。ヨガの先生とかもしないから、山ちゃんね。ああ、なるほど。そう、なんか、私もね、言われるのよ。塚田さん、何やってるんですかって。私はもう、いろいろやらないとね、もう本当に生活していけないから大変だよね。一点にいろいろやりすぎちゃってね。けどこれはなかなか大変で、やっぱりちょっとなんだろうな、あの好きなこととかやりたいことに近しい仕事するってことは、シンクロナイドスイミング。シンクロナイド。そう。あでね、シンクロナイドスイミングってどういう意味かって言ったら、上はこういい感じで綺麗だけど、水面の下はね、こうバタ足のように一生懸命やらなきゃいけないっていう。ただね、シンクロナイドスイミングっていうのは2017年にアーティスティックスイミングに勝ったんですよ。だから下は一生懸命動いてるけど上は綺麗、ね、いいですよ。こういうなんか忙しい方やめて、山ちゃんみたいにこうゆるくさ、結構シンクロナイズドですよ。あ、ですか。あ、じゃあ共通点あるわけですね。あ、共通点がね。あ、そうですか。今日は共通項も見つかったんでね、ちょっと楽しみです、ね、はい、山めっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗、だいぶ割れてるけど。これね、山ちゃん見えてる、ああいうあのでかいクラッカーとか船とか、あれ滑れるんですよ、みんな。いいでやれまですよ、本当に。どっちも車で10分ですしね。そうそう、あの今日山ちゃん泊まっていただいたね、うん、上からね、上から見えますか。はい、見えてます。おっと、おっと、来期モデルですよ。これいいんですか、公開しちゃって。もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫。はい、こちら来期の実物になります。オレンジ色なのでね、もう映えること間違いなし。もう全身オレンジにするともう間違いなしです、ね、今日マックストーク走りすぎてる。そうっすか、今日走りすぎて、うんうん、早いよ、毎回、うん、これ密閉された空間いい ね、うん、トークうまいよ。あ、そうですか、ありがとうございます。いつもこんな感じじゃないですよ。じゃあこの後ね、滑りで、はい、そうですね、滑りで一緒にちょっとお祈りしてみたいと思います。